画像はランジャタイ伊藤浩二と国崎和也、サンドウィッチマンなどが所属する芸能事務所、グレープカンパニーが11日、人気上昇中のお笑いコンビ、ランジャタイのツッコミ担当、伊藤浩二さんの未成年陰行トラブルを公表し、芸能活動休止を発表しました。画像はランジャタイ伊藤浩二、グレープカンパニーは公式サイトで、 伊藤が未成年の女性と関係を持ったことが発覚いたたししましたと発表し、この問題について調査した結果、相手女性が身分証明書も偽造して年齢を偽っていたことも判明したといい、ランジャタイ伊藤浩二さんは女性が未成年だとは知らずに引っしてしまったそうです。ただ、不適切な行為をしていたことは事実であるため、芸能活動休止を決定したと報告しています。 事務所の今後の対応については、本人も未成年陰行問題を深く反省しているため、再発防止のため、伊藤に対する指導を徹底するとともに、精神的なケアとサポートを行ってまいります。としています。コンビ活動再開時期は現時点で未定で、相方、国崎和也さんは今後しばらくピンで活動していくといい、 現時点でコンビ解散との話は出ていません。関係者の皆様、応援してくださっている皆様に対し、改めてお詫び申し上げます。今回の件を深く反省し、徹底して自分自身を見つめ直します。自分のしたことへのけじめとして活動を休止させていただき、信頼を取り戻すために努めていきたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。 画像はフワちゃんとランジャタイ伊藤浩二、伊藤浩二さんの活動休止により、14日に公開性放送されるお笑いイベント、笑いで彩れ、鳥取シャンシャン祭り聖徳版をわら祭り2024の出演が中止となり、代わりにピン芸人、お見送り芸人新一さんが出演します。また、ランジャタイが出演している番組、ワン F、 ランジャタイの伝説の一人ぼっち集団は、今後の放送について対応を検討中としています。ランジャタイ伊藤浩二さんの未成年引行問題が発覚し、芸能活動休止となったことに対してネット上では、知らなかったんなら悪くなくね。身分証まで偽造されていたとなるとさすがにかわいそう。女が年齢偽ってたなら女が悪いんじゃないの。未成年って何歳なんだろう それによって印象さらに変わる。活動を休止するほどではないと思う。相手女性が意図的に伊藤さんを騙しているわけなのだから、むしろ被害者のような気がする。身分証明書を偽造して年齢詐称されてたなら、活動を休止する必要もなくない。そんなことしたら余計に怪しまれると思うけど、どういう出会いなのかな。DM から会って一応身分証明書見せてもらった。 とかのパターンどういう経緯で未成年だったって分かったのかグレープカンパニーは伊藤さんを擁護する声も多く上がっていますこれこれさんによると今年2月に16歳の女性 A さんから伊藤浩二さんとの関係を暴露したいとの連絡があり双方の話を聞いたところ A さんが身分証を偽造し18歳以上のふりをしていたことが判明したそうです A さんは問題があると指摘され、伊藤さんと話し合いの末に和解したと言います。画像はこれこれがランジャタイ伊藤の未成年引行問題の経緯を説明。実は、伊藤浩二さんの未成年引行疑惑はランジャタイファンの間で少し前から囁かれており、ネット掲示板や X では、伊藤さんが未成年を含む10代女性の SNS アカウントをフォローしていたことから、 今後つながってトラブルに発展しないか心配との声が上がっていたほか、4月にも未成年とのつながりが噂になっていました。画像はランジャタイ伊藤浩二の未成年インを危惧。ファンの X 投稿。過去にはピン芸人、加納秀隆さんが、年齢を詐称していた元地下アイドルの未成年女性との交際を習慣し、フライデーに報じられ。 4ヶ月にわたって芸能活動を休止していました。未成年引行疑惑の加納秀隆が謹慎処分解除で復帰へ。女子高生との交際謝罪。ネットでは厳しい声。仕事なくて消える。17歳の女性と飲酒。引行した問題で俳優。小出圭介さんが書類送検されましたが、最終的に不起訴になりました。小出圭介の不起訴処分をアミューズ発表。 仕事復帰はいつ事務所解雇せず契約継続の理由違約金問題と関係伊藤浩二さんは未成年引行の容疑で厳しい処分を受けるべきだと思います今後は女性関係に注意を払うべきです芸能事務所グレープカンパニーは11日お笑いコンビランジャタイの伊藤浩二が未成年女性と関係を持ったことにより 芸能活動を休止すると公式サイトで発表した。これを受けて、コンビでレギュラーを務めるオールナイト日本 PODCAST、ランジャタイの伝説の一人ぼっち集団は公式 X で、次回13日の配信を休止すると発表した。ランジャタイは現在、コンビで2本のレギュラーがあるが、ランジャタイの伝説の一人ぼっち集団の公式 X は、次回8、 13配信予定の、オールナイト日本 PODCAST ランジャタイの伝説の一人ぼっち集団は、配信をお休みさせていただきますと報告。観コーナー、ランジャタイによると思っている北日本放送のローカル情報番組、1F は、11日午後5時現在、出演者欄にランジャタイの名前がそのまま残されている。つきましては、ランジャタイさん、 に変わりまして、お見送り芸人新一さんの出演となりました、と発表。皆様にはご迷惑、ご心配をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。引き続き、番組、イベントの実施に取り組んでまいります。皆様のご理解をお願い申し上げる次第です、とした。伊藤については、所属事務所がこの度、 伊藤が未成年の女性とし詳細な調査の結果伊藤自身はその相手に年齢を偽られており確認した身分証明書も偽造であったため未成年であることを知らずに行動していたことも判明いたしました年齢に関しての誤審があったものの自身の置かれている立場に対する自覚と責任に著しく欠けておりましたことを弊社として重く受け止め 芸能活動の休止もやむを得ないものと判断するに至りました、と説明した。落語家の立川志楽が、お笑いコンビのランジャタイにエールを送った。未成年との関係により伊藤浩二が活動休止することが発表された。志らくは伊藤を擁護し、ランジャタイにエールを送った。2024年8月11日、ランジャタイの伊藤浩二さんが未成年の女性と関係を持ったことが発覚し、 芸能活動の一時休止を発表。相手の女性は年齢を偽っており、身分証明書も偽造だったとして、同情の声も出ている。しかし、年齢に関しての誤信があったものの、自身の置かれている立場に対する自覚と責任に著しく欠けておりましたことを弊社として重く受け止め、芸能活動の休止もやむを得ないものと判断するに至りました、と活動休止を決めたとしている。